英会話スクール、English Partners の末田香奈子です。〇〇を拠点に活動しています。英語では based i n 〇〇 English Partners は東京を拠点に活動しています。は、English Partners is based in Tokyo となります。base はえ基礎とか土台といった意味があります。 Based in なると、まるまるを拠点にしている、まるまるで活動している、まるまるに住んでいるのようにさまざまな文脈で使うことができます。まるまるを拠点に活動しています。英語では based in まるまる。ぜひ使ってみてください。会いに行く英会話スクール、English Partners で検索、オンラインレッスンも始めました。アプリレイニー先生の動画で簡単英会話配信中。